コロナ禍で長らく海外へ出ることが困難でしたが、ようやくハワイには行けるようになりましたが、一番人気の台湾にはまだまだ行けそうにありませんね。そこで2018年10月に台北に行った時の画像を再編集してみましたのでご覧ください。今回のフライトはジェットスターアジア関空発桃園行きです。各位乘客们即将起飞，请再次检查安全带是否扣好，椅背数字餐桌锁好，以及窗帘打开，谢谢。桃園空港から桃園空港 MRT で台北駅で降りて、駅地下にある大きな虎のランタンが目を引くホテルに宿泊。夕飯は近くの夜市で。ロンシャンスーは1738年に福建省泉州から渡来した人々により、福建の安徽にある李有山寺の分霊として創建されました。薩智四合院の建築様式で、2018年には国定戸籍に認定されています。ロンシャンスーの参拝ルートは右回り、山門をくぐり抜けたら右側の龍門から中へ入ります。龍門の敷居はまたいで、左足から入るのが作法です。本尊の観世音菩薩は第二次世界大戦の空襲から奇跡的に難を逃れた木像です。宝殿右側は合格祈願の御利益がある文昌帝君を祀り、中央は航海の守護女神で家内安全、商売繁盛を司る天上聖母を祀っています。左側は三国志で知られる関羽を祀る、恋愛成就良縁を司ることで知られる赤い糸伝説で有名な月下老人も祀られています。
シーフェンには台北からレトロな平京線の電車に揺られて約1時間。シーフェンのこじんまりとした商店街の中を電車がゆっくり進んでいきます。皆さん当たり前のように線路内に立ち入っていて変な感じです。ここシーフェンの名物は何といってもチャイニーズランタン。実はシーフェンは台湾の中でも神の住処に最も近いと言われ、ここからランタンをあげると願い事が叶うと言われているのです。100から200台湾ドル、日本円で400円から800円を払って大きな紙袋状のランタンを買い、そこに自分の願い事を書きます。シーフェン大瀑布は台湾のナイアガラとも称され、台湾の人たちにも人気です。9分から山道をバスで10分ほど走ると金華石に着きます。金華石では、日本統治期には日本の民間企業、国民政府来台後は政府機関あるいは国営企業によって金や銅などの採掘が行われていましたが、1987年に操業が終了しました。その敷地や施設を利用して2004年にオープンしたのが新北市立金華石黄金博物館です。かつて鉱山で仕事をしていた住民が、施設の保存を行政や地域住民など各方面に働きかけて実現したということです。日本統治期の金華石神社の跡で、1897年に創業を始めた金華石鉱山田中事務所が翌年神社を設置し、1936年に建て替えられた2代目の遺構である鳥居や灯籠が残っています。
黄金館は鉱山の歴史、採掘や精錬の技術、鉱員の日常、金化石の地質を構成する鉱石の展示をしています。